42分です。勝って J1 昇格、それがこのサポーターの願い。その願いに応えることができるか、モンティリオ山形。石川の左足っていうのは非常に強烈ですからね。ここまでボールは1つ、アシストは15。99年ワールドユースの準優勝メンバーでもあります石川。さあどうする、直接か、あるいはツートップに当ててくるのか。直接狙ってきた、いやー見事、素晴らしい、素晴らしいフリーキック決まりました。さあ分からなくなりました山形。これはキーパーただ動けませんね、全く動けませんでした。42分、いやーこの素晴らしいシュート、この時間でね、いや素晴らしいフリーキックが何かこうサポーターに届いたような、そうですね、一瞬時が止まったかのようなフリーキック。石川、堀本さん、はい、小林監督今どうなってる、どうなってると高い上の結果を気にしました。あ、そうですか、はい、さあ今度は愛媛攻める、関根、青野、縦に送って田中俊也、クロスが入る、跳ね返します。さあ今度はもう一度横谷、さあ愛媛今度は攻める番か。さあ横谷どうする、高関が入れて向こうサイド、英語のスピード、さあ英語追いついた、あ来ましたよ、青野、青野どうだ、あーとしかしクリアする、まだある、さあ走り込んだ、シュートを狙っていった、横谷のシュートは外れました。間もなく90分になります。さて仙台と鳥栖ですが、仙台と鳥栖はここまで4対1、鳥栖が3点リードを奪っています。このままいきますと山形の昇格決定です。さあ間もなく手元時計90分、山形対愛媛2対2、青野ヘディングシュート駆け出した山形、まだある、さあ青野仕掛けたい、次にクロスが入る、ずらしてシュートができるか、最後どうだ、混戦、青野走り込んでシュート、大きく越えていきました。さあ手元の時計90分を経過しています。アディショナルタイムは3分です。アディショナルタイムは3分。愛媛はねやはり、ね、今日のこのゲームは勝たなきゃいけないんですよ ね、 そうですね、ホームで愛媛にとってはホームの最終戦です。引き分けではいけません。そうですね、山形としてはこのままでも OK ですよ ね、 すね、山形も勝ってもちろん決めたいところですが、あー再戦、さああと3分どんなドラマが待っているのか。愛媛は追いつかれました、ホームは愛媛、石川の目の覚めるような時が止まったかのようなフリーキック、見事に決まって2対2の同点です。前線へ送る山形、同点に追いついてがぜん元気になりました山形サポーター。さあ田中俊也追う、いやしかし園田、途中から入った園田頑張ります、懸命に頑張る、いやしかしこれはどうだ、クロスが入るか、クロス入れてゴールキーパーの清水を越えていく。昇格目前の山形、愛媛はホームの最終戦、サポーターに意地を見せたい。競り勝つ山形、財前にボールは渡らない、追いますねここね、そうですね、長谷川懸命に追います。横谷ボールをキープ、星野ヘディングセル、横谷もう一度行く、さあ星野行く、あーと英語には渡らない、詰めていくのは関根、さあこの強いスペース、3対3ですよ、支えて持つ、どうする、自分で行く、切り返し、そして最後でフィニッシュまで行くか、いやー渡る、最後決まったゴール、最後は豊田、アディショナルタイムで豊田、
すごいドラマが待っていた山形。なんとなんと後半アディショナルタイムで逆転ゴール。小林監督この表情です。ここね、財前持ち込んで最後シュートに行ってよくブロックしたんですけどね、はい、こぼれたボール豊田が決めました。いやー J1 昇格勝ってきまたいという山形、ものすごい底力執念を見せました。アディショナルタイム、さあ手元時計、アディショナルタイム3分を経過しました。さあしかしまだ試合は終わっていない。愛媛意地を見せたい、まだ時間ありますよ。山形このまま終わりたい、ね、青のさあこれはこのキック、ね、まだあります。愛媛さあもしかしたら最後の攻撃かもしれません。さあ時間はありません。しかし可能性に欠けます愛媛。ホーム最終戦、愛媛にも意地がある。ヘディングはどうだ、そして長いホイッスル、やりました山形。 J リーグ参入10年目、悲願の J1 昇格。山の神がついに微笑みました。モンテディオ山形3対2、愛媛FCを破って見事自力で J1 昇格を決めました。素晴らしいゲームだったですね。勝って決めたいと話していたモンテディオ山形、そうですね、まあこんなドラマが待っているとは。本当に最後の最後までね、はい、本当に選手がゲームを諦めずに最後まで戦い抜いた結果だと思うんですよね、いやまあ追いついて、それが42分でした後半。いやしかし逆転まで行く、そうですね、この底力、まあね、このね最後の得点っていうのはね、はい、この遠い愛媛まで足を運んでくれたサポーター、また山形でね、パブリックビューイング見てくれてるあのサポーター、はい、みんなが入れたゴールじゃないでしょうか ね、 そうですね、何かみんなのこう魂が乗り移ったかのような、勝って決めたいという、小林監督が、まあ、仙台の結果いかんではなくて自分たちで決めるんだ、勝ち点3を取って決めることによって山形にもう一つ新しい力が生まれるという話をしていましたが、そうですね、本当に最後の最後までね、選手たちよく戦い抜きましたよね。いや最後はこの、あもう宮沢は顔を覆っています。いや本当に、あ宮沢涙です。そうですね、本当に、ね、厳しい中キャプテンとしてね、よくチーム引っ張ってきましたよね、うん、はい、この男だけには本当にいろんな思いが詰まっているでしょう。この後ピッチ上では愛媛チームより最終戦のセレモニーが行われそうです。そして決勝ゴールを決めた豊田、そうですね、最後の最後にね、本当に彼らしいゴール、はい、ね、泥臭いゴールを決めましたよね。ですよね、北京オリンピックから帰ってきて13試合で9ゴールですよ、西さん。そうですよね、本当にね、自信をつけたフォワード、本当にエースになりましたよね、はい、そしてもう一人この人、長谷川ですよね。そうですね、忘れてはならないですよね、この彼がね、本当に山形に J1 というね、一つ上のステップをね、手繰り寄せましたよね、彼がね、はい、関放送席、はい、ヒーローインタビューです。見事劇的な決勝点挙げました豊田洋平選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。感動しました。よかったです。なかなかチャンスがあって決めきれなくて、すごくチームに迷惑かけたんで、最後こうやって決めれて本当によかったです。勝って昇格とみんなが言っていました。いやそれが本当に実現して本当によかったです。ゴール決めた瞬間どうでしたか。いやもう一瞬時が止まったみたいになって、いや本当流し込むだけだったんですけど、財産の匠さんが本当最後まで頑張ってくれたんで、いいところにこぼれたと思います。モンテディオ山形悲願の J1 昇格を決めました。いや本当に良かったです。ありがとうございます。ここまでみんな応援してくれたサポーター、この愛媛にもそして地元山形にもたくさんいます。一言お願いします。やっと J1 行きました。また頑張りましょう。ありがとうございます。豊田洋平選手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。
いや本当にいろんな思いが詰まったインタビューでした。そうですね、本当にね、最後ね、J1 に行ってお前がエースになれって言ったようなね、そういうところにボールがこぼれてきましたよね。まあ、今トヨタのインタビューの中に財前から渡辺匠と渡って自分のためにボールが来たんだという話の中にこうみんなの思いがボールにこう、そうですね、乗り移ってね、本当に最後にトヨタが決めたっていうゲームだったと思いますね。おそらくこの今シーズンはトヨタは怪我もありましたし、苦しいシーズンでもあったと思います。そうでしょうね、本当にね、いろんな部分、オリンピックもね経験しながら、ただその中で非常にプレッシャーっていうこと、そういうところでもね、やはり自分の力を発揮できる、そういう選手に成長しましたよね。そしてこのモンテディオ山形の昇格を心から待っていたサポーター。そうですね、このサポーター本当にね、一つになって山形で初のね J1、 本当におめでとうと言いたいですよね。本当におめでとうございます。山形のクラブ、関係者、選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さんに心からおめでとうございますという言葉を送りたいですよね。そうですね、本当にもうそれしかないですよね、この今日のゲームを。いや本当にこの今選手とサポーターの心が一つになっていく、そういう美しい光景をご覧いただいています。いやおそらくサポーターの皆さんももしかしたら今日は勝ちでは決められないかもしれないという気持ちももしかしたらあったかもしれません。あったかもしれません、ただ選手もそうですけどね、サポーターがもう本当にね、試合終了の笛が鳴るまでね、自分たちが持っているものを全て出し切ったと思いますね。はい、もう残りわずかの時間で42分に石川、この石川のフリーキックで、いや勝ちで決めに来たんじゃないのかと、そういうメッセージがね、そうですね、11に伝わって、そしてアディショナルタイム、もうほとんど時間がないところに最後財前、渡辺といって跳ね返ったボール、押し込んだのがエースの豊田洋平でした。そして歴史的瞬間をその目に焼き付けようと、この山形からバスで16時間かかったそうですよ。本当にね、試合前にもサポーターの方にね、ちょっと話を聞いたんですけど、本当にドキドキする、ワクワクする、まあ、そういうチームに、ね、なったんだということを言われてましたよね。はい、J1 昇格物語完結という、ね、モードも出てますが、またこの10年の一つ節目があって、J1 昇格という一つの勲章を手にしました。これからまた今度は J1 物語が、そうですね、山形始まりますよね。新しいストーリーが始まっていきますし、はい、新しい歴史がね、彼らによって生まれた、そういうね、記念すべき日だと思います今日は。はい、2008年11月30日新しい歴史が生まれましたモンテディオ山形。ああ、そして小林監督の胴上げ、監督は大分でも J1 昇格を経験していますが、また今年の昇格、格別な味があるでしょう。そうでしょうね、本当にこの1年でね、本当、はい、素晴らしいチームを作り上げましたよね。まあ、一つね言うと素晴らしいファミリーなのかもしれないですよね。そうですね。そしてまた選手のインタビュー、スタッフのこれ長島コーチじゃないですか、はい、胴上げが始まっています。山形の歓喜の胴上げをサポーターと、そして選手、スタッフ、本当に喜びを分かち合っているこの胴上げをご覧いただきました。本当に喜び爆発というモンテディオ山形です。